ないの、ルカちゃん。タグ付けできないの私。ルカちゃんね、タグ付けできない設定にさなってるんだよね。何それ。そう、たまに私もなってたみたいでね。え、でもね、あの自分で解除しないとダメっぽい。通知取ってるから、うん、OK? 送った送った送った。始まりました。始まりました。オリシーさん、サーニャ来てくれてありがとう。こんゆるか今ルカちゃんちょっとね、あの重たいから整頓中。うおーうおー、みんな元気だ嬉しいヒックも来てくれてありがとう。こんゆるかいらっしゃいませ。ちょっとこれをポストして。うわ、ない指じゃなかった。ない指じゃないんだ。違う違う、間違えちまった。 何が来た。指輪なんだけど、指輪はそう、ゼルさんとヒックの指輪はちょっと指輪の挨拶をするから、ルカちゃんが戻ってきてからにしましょう。はい、失礼、少々お待ちくださいませな。これを消して、これも消して、消し、ああ私もほんの少し作業をしながら。こんゆるか、みんな挨拶ありがとう。ありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね、平日の夜に来てくれてありがとう。ありがとう。あ、これでいけるので。タヌさんも来てくれてありがとうございます。こんゆるか、癖で入室早々に投げてしまいました。いいんじゃない、それは別に。どうや、これで。そういうことか。なるほどな。ちょっと助けでもしてきていい？オッケーオッケー、いってらっしゃい。うん、行ってきます。うわ、ただいま。おかえり、うん、どう、多分大丈夫だと思う。よし、おかえり、ありがとう。やった。そうしましたら挨拶を。そうしましたらまずは指輪の挨拶できてないから、先に指輪の挨拶だけしちゃいましょう。はい。ゼルさんとヒー君の全力の指輪で私たち結婚します。ありがとう。ありがとう。いやこれさ、うん、いやダメだ、話し始めちゃう。これもうすぐできなくなるんだと思って。本当だね。ちょっと寂しくなっちゃった。寂しい。やだ。これもうすぐできなくなっちゃう。え、これが最後じゃない？確かにね、やだ結婚できなくなる何回も結婚してきたのに。うん、確かに、まあ、そんな寂しいスタートですが、うん、始めていきましょう。いつも長いからね、ここがね。本当ね、本当に長いからね。はい、じゃあいつまでも結婚してじゃあいいですか。はい、いますよ。はい、第21回ゆきるかラジオ歌ナイトスカイブレッシング始まるよ。早めだよね、9時だよ。パチパチパチ、9時だよ。のんちゃんのんちゃん、パパパパパフパフパフ、やん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 、じゃん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 、なんだっけ。今回は実は
なんていうの、うわぁ2ヶ月ぶりの、互いの自宅からですね。ね、それぞれの別なんだよね、そう、今回久しぶりに別で隣にいないのが寂しい。うん、なんかさ、ラグが気になる、自分が一番そうだよね、喋りにラグがあるのがすごい気になる。横にいたのに。枝さん来てくれてありがとうございます。カンユレカ、よし、あ、待って、私あれ書いてないや。あ、そっか、書いておきましょう。ゆきるか、第ゆきるかラジオとナイトスカイブレッシングもとうとう第21回を迎えますね。でも挨拶はこんなにぴったり、もう任せて訓練に訓練を積んでいますから私たち。でも最近 ね、私過去のラジオ歌の画録を見ることにちょっとハマってまして、うん、どう、第3回から第5回ぐらいの私たち見るともうひよっこすぎて、赤子よ赤子。え、どうやってやるんだっけ、え、どっちから、これ私じゃない、え、ルカちゃんから、ルカちゃんから、ルカちゃん私無視していいからとか言っててさ、ラジオ中にめちゃくちゃ相談してんの。それがね、今ではもうノールック、ノーハンドでできます。そうですよ、ノーレック、ノールック、ノーハンド全部何も放置している、ノーボイス直立でノーボイス、やばい、何してるんだろう一体何にもしてない。10回あたりでもやってたのはないでしょ、もう10回、もうそう考えると倍以上ねやってますから、うん、ベテランになってきたということで、はい、そうですね、悪くないのではアイマンさん来てくれてありがとうございます。カンユレカ、ありがとう。今は普通歌をのコーナーに行こうとしている前です。行こうとしているところまだ行ってない。じゃあ普通歌のコーナー行くか、そのまま、はい、行きましょうか、行きましょう。はい、じゃあこんなぬるっと言っていい、いいよ最初のコーナーは普通歌のコーナーわー、全力の指輪で私たち結婚します。ありがとう、ありがとう、やったね、やったね。これ言えなくなっちゃうんだってさっき浸ってたところだったんだ。そうそうそう、嬉しいよ、ありがとう、ありがとう。で、私の声、あ、大丈夫か、あ、そう、なんか音量差大丈夫かな、私結構自分の声大きく聞こえてるけど問題ないでしょうか。多分大丈夫のはず。大丈夫？うん。お芋さんも来てくれてありがとうございます。こんゆるか。いいね、ありがとう。今はふつおたのコーナーです。始まったところですよ。ちょうどいい。音大丈夫。ありがとう。ジェニちゃんもゼルさんも。ありがとう。じゃあふつおたですね。ふつおた。ちょっと待って、なんか今着々と増えててさ。増えてるの？オッケー、うん、なんつうか増えてまして、じゃあ一つ目からもう言っておこうかしら。うん、はい、うん、お願いします。ラジオネームまだ初見ですらないさんからいただきました。ふつおたです。わかめダンス良きでした。他にお気に入りのシチュがあれば X にポストお願いしたいのですが、どんなエモートがあれば投稿したいですか、とのことです。あ、そう、これあれだね、あの私がさ風邪ひいてた時にさ、うん、モデスって言ってさあのやってたね、ルームで踊ってた動画を上げたんですけど、うんうん、多分あれのことをワカメと、モじゃ、モなんだけど、あれワカメじゃないんだけど、ワカメじゃないね、モだね、モなんですけど、あ、でもこれ、ま、そのあれは置いておいて、うんうん、なんかこんなエモートあったらいいなっていうのかなと思って、あ、なるほどね、これも入れさせていただきました。なんだろうなそうエモートか、うん、それこそなんだろうなってこう首をかしげるとか欲しい。あー、何とか、あ、いいね、うーんって首かしげできちゃうの、なんかさ
首かしげでも特殊な動き、体が特殊な動きした方がいいよね。あの 手をさ、自分でできるから頭じゃない、手を顎に当てて、あの、あ、そうで組む、あ、このもう片手をね、そうそうそう、うん、あ、うん、これ両腕を組んで、うーん、うん、あ、とかうん、あいいかも。もうちょっと腰の入ったこういうパンチはもらえないですか？あのバネつけてパンチする絵元とか。あ、いいね、なんかバッティングみたいな感じで。るんですか？いいな。結構本当にリアリティ、全身の絵元が増えてるからどんどん。そうだね、もっと全身を使う絵元。なんか全然可能性はあるよね。え、普通にさ、あの、まあ、ちょっとスカートのさ関係もあるから、うん、しゃがんだりしたいんだけど私。ああ。なんていう。お山座りみたいなとか、あの、ルームの角でお山座りして壁に向かって話し続けているみたいな配信やってみたいしさ。なんかいいね、ういうとってもいいよね、うん。あとその状態であの床をいじるみたいな、人差し指いじいじ、うん、なんかいじけてるみたいなね。いいかもしれない、そうそう、いいもんいいもんみたいな、いいもんエモート欲しくない？いいかも。面白いって言ってるよ。頬杖さいいよね、うん、あのスヌーピーワールドの時にさ頬杖つけるところがあったんだよ、うん、場所が。あった、ね、そうそう、あれかわいい、ね、かわいかったよね、あれもなんか普段から実装されたい。半蔵さん来てくれてありがとうございます。こんゆるか、まあ普通音のコーナーしてます。よかったら生活の共にしててくださいね。今はリアリティに欲しいエモートの話をしていました。欲しいエモートね。まいさんも来てくれてありがとうございます。かんゆるか、こんばんは、ふつおたしてます、ゆっくりしててね。あとなんだろうな、なんかないかな。なんか私さ結構前からさ、うん、二人でできるエモートみたいな欲しいなって思ってたんですけど、これなんかでもあの、あ、なんかそう、なんかさ手をさ合わせたりだとか頭を撫でたりだとかさ、うん、そういうやつがいいなって思ってたけど、なんか、うんうん、ちょっと変な使い方する人もいそうだなと思って、 あんまり現実的じゃないかもとは思ってるんですけど、ちょっと二人でできるエモートあったら可愛いんじゃないかなって思ってる。うん、え、二人でじゃんけんとか。あ、じゃんけんいいね。じゃんけんはできるよ。じゃんけんできるか。うん、できる、うん、最初はグーじゃんけんポン。ちょっと待ってどこ、私出した、あったあった、なんで負けてんの。後出しで負けてる。これだったね。後出しで負けてる。あ、そう、最初はグーだね。最初はグー。後出しで負けてます。後出しで負けるのが得意です。月見るかです。いいね。そんなのがあったらちょっとおもろいかも。うん、いいね。なんか妹そういうのってやっぱ運営さんに言わないといけないのかな。どうなんだろうね、なんか要望とかってしてもいいのかな。ね、悪くはないか。うんうん、やってみたいな。なんかナルツでこんなことをしたいのですがみたいなとかさ、6人のステージを作ってくれませんかみたいな、ね、そうそうそう。ちょっと妹の夢が広がりますが、次のお便りに行きたいと思います、うん、行きましょう。ふつおた、ラジオネーム男は背中でカタリッチさんからいただきました。はい、ありがとう。エクランジシアの尊すぎるお二人様、どうも、こんゆるかですぞ。こんゆるか、ゆきるか旅行記読ませていただきました。ありがとう、うん、ありがとう。いただきましたぞ、大事な語尾を消してしまった。いただきましたぞ。なんか尊すぎて頭おかしくなるというか、もともとない語彙力がないなって、尊いなりしか言えなかった。ほーい。ほーい。気づかないうちにとても温かい涙が頬を伝っていたんだお。ほんまえぐいで、褒め言葉。サーティーサーティー。全部盛りなんだけど。やばい。
実はショー&セイジパング魔法省勤務なのですが、ユキルカ旅行記にレイブンクローとハッフルパフと書いてあるのを見て、お二人はどの杖をお使いになっているのかとても気になってしまいました。ちなみに小生はローブはレイブンクローで、杖は名前を呼んではいけないあの人。いや、小生は7度恐れません。ボルデモート教の杖を買いました。ニコニコ。ちょっとためらってる。ポッターについてめちゃくちゃ語りたい。もちろん背中で語りたいのですが、本日は別コーナーで語るので、普通オタでは我慢するんだお。てなわけで、エクランジェシアのお二人はハリーポッターで好きな呪文はあったりするでしょうか。教えていただけたら嬉しいです。なるほど。わ、嬉しい。ちょっ と、まずゆきらか旅行記読んでくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。尊いなりだって。ほんまえぐいで、言えなかった方多いだって。ほんまえぐいで、褒め言葉褒め言葉でも泣いてくれてる、嬉しいな、ね、私たちも何度も泣きながら書いたから、あれはね、泣きながら書くって面白いよね。涙とともに、ゆきちゃんが書いたところを私が初見で読んだ時、もう胸を押さえながら読んでたし、でもそれを読み返してもまた泣くしみたいな。いつ読んでもね、私も泣いちゃうんだよね。だからあんまり最近は読み返していないんですけど、うん、怖くて、うん、またちょっと落ち着いたら読み返そう、うん、ナルツのもあったし、いちご狩りもあったし、いろいろあったしね。そうね、またそっからね、いろいろあの旅行機からね、いろいろつながってる先にもういるからさ、うん、今そうそう、なんか良かったねって、そんなに昔じゃないんだけど、あの日のことも、うん、そうね、なんか良かったね私ってすごい思ってるよ、うん、素敵な音すぎ てありがとう、さやねちゃんありがとう、本当にね、読んでくれた皆様ありがとうございました。ありがとう。そしてそう、あのハリポタね、いや嬉しい、私ハリポタ大好きなんだよそうだね、この話とっても嬉しい。ゆきちゃんの杖なんだっけ。私はね、あれなのよ、あの誕生月の杖だから、うんうん、作中に出てきてるキャラクターのとかではないんですけど、うんうん、ね、10月の杖ってなんだっけなちょっと覚えてないあ、私もなんだっけ、調べよう。私ブドウの杖だよね。だよ、そう、ブドウの枝の杖。そう、ブドウの枝の杖なんか全然なくて、探しても探しても、あのハリポッターのエリアでなんだろうねって言いながら二人で帰ってから、ゆきちゃんが調べてくれたんだよね確か。そう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 、うん、10月そしたブドウだった。私はね、足の枝の足の木の杖かな。足の木は学問と知識を象徴する。足に惹かれた人は言葉が巧みで揺るぎない信念を持っている。深く根を下ろし極めて柔軟性がある。足の人は自分が誰であるかという感覚を失うことなく、新しい状況に適応できる自分の能力を信じる。うわ、だって初めて読んだ。らしいよ素敵じゃない。本当、うん、でも素敵、嬉しい。これぶどう、あれね、このサイトだとさ、うん、ブドウの木普通にある本当？ブドウの木は根気と再生を象徴する。ブドウの木に惹かれた人は常に新しいものを探し求めている人で、無限のエネルギーを持っているように見える。ただし無理をして精魂突き果ててしまう傾向がある。ブドウの木の人は自分のペースを知ること、そうすれば試みることは限りなく何でも成し遂げられる。だって、なんか当たってる気がする確かにすごいさ、エネルギッシュな時わーってエネルギーだもんねなんかね、でもね、これね、私が選んだというよりかは、あのオリバンダーの杖で、うんうん、あの選んでもらった杖だから、なんか、うん、でもルカちゃんのとこれ違う気がするな。本当？デザインが違うだけなのかな。ブドウの木ではあるけど、ね、これ誕生月の木なんだよね。杖さ、私もメルカリで探した時に、あ、これブドウかもみたいな、うん、だったから、うん、ちゃんとサイトでは見たことがあんまなくてさ、ねえ、うん、あ、テケ
ターさんが来てくれましたよ。テケタンさん、挨拶忘れてる人いないよね。テケタンさん来てくれてありがとうございます。カンユルカン、まあ、普通歌のコーナー、ハリポタのお話をしてます。うん、なかなかゆきちゃんありがとう挨拶。そうね、自分のペースをしよう。ハリポッター、うんうん、そうね。好きな呪文の話だね。好きな呪文は、好きな呪文ある、ルカちゃん。私ね、あるんだよ。あるんだけど、うん、正直あのハリーポッターっていう括りだとね、ちょっとパッと出てこないんだけど、あ、まあ、ある。ハリーポッターの括りでもあるし、うんうん、JK ローリングの括りでも一個ある。あ、もう本当に大好きな人だね。なんだろう、なんかレビオーサーとか言ってるの、あ、浅いライトな層とは違うなって感じ。いやでもライトよ、全然ライトなんだけど。私あのハリーポッターシリーズ、映画のシリーズだけで言うんだったら、うん、リディクラスが好きですね。あ、いいね、 うん、あの授業めっちゃ好き。うん、そうなの、リディクラスすごい好きなんだ。もう先生も含めて好きだからさ。こういう人形ね、あれについては。あ、そうそう、あれ怖いやつ。で、あの JK ローリングの作品でまとめると、みんな知ってると思うんだけど、ファンタスティックビーストとかあるじゃない。あと原作にはね、ハリポタにも出てるのかな。私フィニートっていう魔法が一番好きで。へえ、それはどんな、すっごいかっこいいの、うん、あのね、魔法を終わらせる魔法なんだけど、うん、そう、終わりって意味の魔法で、杖をね、地面に突き立てて呪文を放つことが多くて、フィニートってかっこいい、めっちゃかっこいいな、そのポーズが。私はフィニートが一番好きです。素敵。なんかやっぱさ、魔法ってかっこいいよね、憧れるよね、そういうの見るとさ。かっこいい。私はなんだろう、私はなんかすごい、そんな簡単な魔法好きなんかって思われるかもだけど、思わん。ニュート先生、うん、がなんかよく使ってたのプラス、ハリポタエリアでニュート、うん、あ、ニュートスキャマンダー、うん、うん、ハリポタエリアで実際に自分が使って興奮したのがアロホモーラで、あいいね、鍵開け、すごい鍵開けなんだけど、もうあのね、ハリポタエリアでやった時にすごいなんか成功してね、大成功して、もうすごいなんか大掛かりな鍵が開いたのが、うん、もうめちゃくちゃ興奮したのでね、あ、私はそれがすごく好き。でっかい方のやつが、そう。あー、いいね、実体験とともに、うん、魔法つけたなって思えたからね、好きなんだ。いいね、 あそこハリポタエリアで使った魔法好きになりがち、うん、私もインセンディオで大成功して、うん、すっごい炎上がった時は、いい、ね、私は炎の魔法使いだと思った。あ、いいね。思い出したんだけど、フィニートね、ハリーポッターシリーズでもあのハーマイオニー・グレンジャーが、うん、フィニートインカーターテムっていう方の呪文でね使ってるんだ、実は。ハリーポッター結構応用みたいのが多くて、組み合わせ、言葉の組み合わせで呪文いろいろあるからね、すごいよ。歯を、相手の歯を痛くさせる呪文とかもあるからね。ハリーポッター、なんかさ、ちょっと世界観は違うけど、あのフリーレン、うん、がさ、魔法を集める気持ちがわかる、うん、なんか、あ、そう、本当にそんな感じ。ちっちゃい細かいさ、なんかそんなのいつ使うのっていうような魔法を集めて回ってるフリーレンの気持ちがめちゃくちゃわかるなって思うね。こういうの聞くと楽しいよ。調べるとね、結構そういう細かい魔法の呪文ごと出てくるからね、うんうん、ぜひぜひ見てほしい。ちょっとごめんなさい、挨拶を私は遅れていた。ザカイシさん、ヨムリさん、それからケイコさんかな、来てくれてありがとうございます。コンユルカできるかラジオタ、普通オタのコーナーしてます。よかったらゆっくりしててください。
ゆきるかさんはどこの寮なんだろう。おだって私はね、昔からハッフルパフが大好きで、ハッフルパフになりたいなとも思っているかも、うんうん、ぽい、とってもぽい。ゆきちゃんは。私はね、ロエナじゃないや、ルーナラブグッドが好きで、レイヴンクローの、ローブを買ってるんですけど、友達からあなたはハッフルパフだと私は言われ続けていて、ちょっとハッフルパフのやつを買わないとなって思ってます。あのね、個人的にね、ゆきちゃんはハッフルパフももちろん合うし、同じ量がいいとも思うんだけど、グリフィンドールでもいいなって思っている。あ、本当？言われたことない、グリフィンドール。なんかね、どんどん自分の道を突き進んでいく感じがね、似合いそうだなと思って。あ、本当？どうしよう、ローブあと2着買わないと勇敢さがあるなって。ラブがグッと、そうそうそう、量がね、なんか、うん、全部の量のいいところをハイブリッドって感じゆきちゃんは4色、うん、4色、いろんなとこめくるとさ、いろんな色が出てくるローブにしようかな、うん、似合うかも本当にね、なんか賢さもあり、優しさもあり、勇敢さもありみたいな、なんかもうあ、もう次に行きますか次行こうか。うん、ちょっと恥ずかしくなっちゃう、褒めちゃうからさありがとう、嬉しいイチャイチャが始まった、失礼しましたうん、次はゆきちゃん、あ、私か。次はね、そう、ルカちゃんなのごめん、私だった、ごめん、私すごいゆきちゃんも読まないなと思ってた失礼しました、ラジオネーム、ラジオネ金太郎さんからいただきました、ふつおたです。ここは読まないでもかって書いてある、どうしよう、読んじゃおう。どうする、あ、いいんじゃない、読んで、うん、ゆきるかラジオ歌なのにナルツオフ会の話するのは場違いな気がするんだけど、どうしても我慢できなかったんでマシュマロ送らせてもらいますね。使えなかったら使わなくていいからね。高校は読まないでもか。天川ゆきさん、月見るかさん、こんゆ、こんるか、こんるか、こんゆるか。オフ会の振り返り雑談枠でナルツメンバーが全員集まってコメントしてたんだけど、楽しかったんだろうなってのがすごい伝わってきて、にっこり口角がクレセントムーン。ナルツメンバー集まってるだけでも尊さの許容値限界近いのに、急な尊いエピソードを差し込んでくるもんだから、これがノンフィクションなんてありえないと現実逃避で叫びながら枕をバンバン叩いていました。警察にあんな尊い配信をするなんてマジでやめてほしい。嘘嘘、できれば毎秒やって、嘘、無理のない範囲でゆっくりやって、これ本当。ついでに私の許容値を超える供給を続けてください、お願いします。平身抵当しますからとのことでした、ありがとうございますありがとうございます。こんな熱量で聞いてくださっていたのね、あの振り返りなど、ね、枕大丈夫、枕バンバンしてたって、羽が舞ってるかも。いや、ノンフィクションですよ。そう、もうね、私があの X の方で、うん、絵をあげたんだけど、うんうんうん、可愛かったあれ、うんちょっとあんな感じでね、なんかみんなにお裾分けできたらなと思って、ちょっと一部始終を書いてみたんだけど、ああいうのがね、もう他にもたくさん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 あるんですよそう、ただ本当にね、短かったね、なんか、ね、6人で過ごすには本当に足りない時間だった、ね、本当に。でも足りない中ではかなりなんかいろんな人とまんべんなく関わっていたなっていう感じがする、うんうん、あのスイちゃんがね、一日ちょっと、あ、そう、スイちゃんね、あの1日目でさよならだったけど、多分いてもまんべんなくみんなと
楽しく入れただろうなって思うから。ねえ、本当にね、もっと一緒にいたかったな、うん、あの絵すごい可愛い、可愛いよね、嬉しい、ありがとう急にギュンってきたそう、すごいね、可愛くてさ、なんかあのちゃんとリアル寄りなところもありつつ我々のアバターがちゃんといて、そこに可愛かった、あの日の思い出がアバターになってて、そうなの、ちょっとみんなにさこうあの見せたいのに、動画を撮ってたんだけど、それをさ見せたいのに見せれないのがもどかしくて、これどうにかみんなになんかお裾分けできないものかと考えた末こうなりました。しかもあれさ、あの、うん、ルカちゃんの絵の切り取りはあの一部なんですけど、うん、あの前に私たちが同じことをされててやり返したんだよねあれってそうだね、そうなの、私とルカちゃんが注文しに行く前にこうメニューを二人で見てて、うんうんうん、呼ばれて振り返ってわーってやってるやつをなんか私たちもやり返したっていうのがあったりとか、うんうんうん、そういう裏がなんかあるんだな。やっぱこうやってさ、あの喋ってる方がいろいろ思い出せる気がするね、うん、なんかそうね、話してる方がいろいろ出てくると思うよ、うんうん、あれもあれもってよく思うもん、ね、振り返りするにはやっぱりなんかオンラインで喋った方がいいかもね。そうだね、うん、それが一番間違いないです、ね、もうだんだん記憶が薄れてきちゃうからさ、そうそうそう鮮明なうちに独特なもたれ方をされるパンになりたくなったあれもうほんとね、なんか なんて言うんだろう手を、うん、なんかねちゃんと持ってるんじゃなくて、手のひらを手の全体を使ってガシッて持ってるんじゃなくて、なんかこの指先に乗せてるみたいな持ち方してて、あの、うん、5本の指先の上に、うん、あの撮ったやつをさ見たゆまちゃんのコメントが好きでさ、うん、結構撮ったやつの、あの撮った動画、うんうん、あの場面、ルカちゃんが絵にしたあの場面って動画で撮ってたよね、動画で撮ってて、そうそうそう、動画撮った、それを見たゆまちゃんが私姿勢悪って言ってたのがねすごい好きでね自分の姿勢の悪さを反省していました、ゆまちゃん かわいかったあれはそうなんからしいよね、そういうところうん、らしいなと思ってそんなんがいっぱいありますんで ね、またちょっとなんか機会があれば話せたらいいよね、うんうん、思い出したこととかさ、え、またじゃあコラボして話そうよね、ありだよ、全然サーバー使ってもいいし、うん、もう早うちにやったらやりたい、私忘れてしまう前に、私も忘れちゃうからじゃあちょっと次のお便りに行かせていただきましょう。はい、ふつおた、ラジオネームお茶目のおかみさんからいただきました。ゆきさん、ルカさん、こんゆるか、こんゆるか、二人にお願いがあります。最近ゆきるか界隈でよく話題になるスーベリーナルツですが、改めてお二人から紹介していただけないでしょうか。残念なことにまだメンバー全員の配信に行けておらず、よく知らない方もいます。そこでナルツの成り立ち、メンバーそれぞれの活動内容や配信頻度、最近のナルツの活動など教えていただけると助かります。最近ナルツを知ったリスナーや、もっとナルツを知りたいリスナーはきっとたくさんいるはずです。何卒よろしくお願いします、ということで、ありがとう、すごい、またナルツの、ね、話題が、ヤヤビーさん、入室の前に挨拶をしているしてくれてありがとうございます。こんゆるかすごいねそう、あれいつからいたと思った、廊下から声がしてガラガラって、こんばんはガラガラ失礼しまーす満を持して入ってきたね、ありがとう。スーメリーナルツの話ね、うん、そうだね、ちゃんとなんかこういう人でねっていう話はしたことないもんね。そうだね、一人一人の、私さ一回一人一人についてさ、X で G パンパンまで書いて投稿しようとしてた時は、え、何それしてよ、そうそうそう、それをねするね、ちょっとする、待ってて、するから、うん、嬉しい、まあ、そこまではちょっとその熱量で今日話しちゃうと、うん、ナルツの話で終わっちゃうから、今日はちょっとさらっとに、うんうん、軽くだね、したいんですけど、うんうん、まずはメンバーからいきますか。さあ違う、うん、ナルツの成り立ちか、成り立ち、これはね、あのゆまちゃんのイベントから、うん、去年のゆまちゃんの
走ってたオリギフのイベント、そうでのあのマトリョーシカ企画っていう、うん、あの6人で、そう6人で歌おうっていうあの企画にゆまちゃんが声をかけてくれたメンバーが今のスーメリーナルツの6人のメンバーになります。そう、歌見ゆま、むつきめいや、すいてもろて、メロウさよね、月見るか、天川ゆき、この6人でスーメリーナルツです。そうで、メンバーそれぞれの活動内容や配信頻度、だいたい歌がほとんどじゃないかな。みんな歌だね。ほとんどの人が歌だね。私とルカちゃんぐらいじゃないかな、雑談もあの取り入れてるというか、うん、そうだね。でも私も雑談だけの日がある頻度があんまり、うん、あのそうだね、毎日配信してた時期もあったんだけど、うん、頻度で言うと毎日やってるのは私だけ、うん、であとは本当にゆまちゃんはね金土日かな、ほとんど、うん、うん、でめいやちゃんもほとんどいない時が多い ね、 不定期だね、うん、あとはみんな割と不定期で、うん、すいちゃんは休日のお昼の頃にやってるイメージがある。たまにかな、昼12時とか、うん、うんうん、そうそうそう、明るい時間が多いかな、うん、あとは6時くらいとか夕方の、うん、るかちゃんは真夜中の不定期でめいやちゃんも本当に気分だから、めいやちゃんをやり始めるとむちゃくちゃ長い枠っていうイメージ、うんうんうん、でもめいやちゃんも結構夜中が多いよね。そうだね。で、うん、サーニャも不定期だけど、サーニャは歌枠、絶対歌枠でかなりの、うんうん、あのなんて言うんでしょう、曲数を歌ってくれる、うんうん、って感じかな、ね、あ、指輪りっくん、あー指輪、待って、りっくん来てくれてありがとうございます。カンユレカ、それからお芋さんの全力の指輪で私たち結婚します。ありがとう。シルベさんも来てくれてありがとうございます。コンユルカ、サーギーさんも、企画は歌う人を一人ずつ増やしていったんだぜ。あ、そう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 、うんうん、うさぎさん来てくれてありがとうございます。コンユルカそ う、 あ、そうだ、お芋さんはね、ナルツ全員に指輪を渡す企画をお芋さんがやってて企画企画、ありがとう、計画かな、ありがとう、ナルツ指輪チャレンジありがとうございます。不定期配信見つけられる気がしません。もうフォローしておくのが、フォローして通知を取っていく、うん、置くのが基地かな。本当にね、うんうん、あのみんな歌うまいから、めっちゃ、うんうん、ね、損ないよ、みんな可愛いから、本当にずっと聞いてられる、うんあ、枠内でフォローしたいか、うん、じゃああれにしましょう、 X をフォローしておいて、うんうん、あの X の通知取っておいて、そうだね、だいたいね、みんなね、ちゃんとポストしてくれてるから、うんうんうん、大丈夫だ、それで終えると思う、うん、確かにいいかなと思います。みんな歌のお姉さんでそれぞれの個性がだいたい不可能で可愛くて、マジここをめちゃくちゃ嬉しいこと言ってくれてる、本当にありがとう、嬉しい、本当になんかみんなね、結構バラバラな歌声とかもバラバラだし、それこそ活動頻度だってバラバラなんだけど、合わさるとすごいんだね、うん、なんか私たちエクランジュシアも歌ってて、うん、あ、2人の重なりいいなって思うことがあるのに、6人重なった時の音圧とか、うん、もうなんか個性がね、うん、それぞれなのがとってもいいよね。いいね、うん、最近のナルツの活動だって、もうこの間あったオフ会が一番最近の活動なんですけど、ナルツこれから先も続いていく話し合いを着々と進めていますので、そうですよ、ライブがありますよ、続報を待てという感じですそう、6人ライブ必ずありますんでね、あります、いつやるのか開けといて、ちゃんと見ててよ4月の初め開けておいて、うん、それまでにね、あのエクランジュシアのライブがあったり、低音組のライブがあったり、一番近くていろいろあるからね、まあ、みんなとにかく X などをチェックしておくのが一番いいかなと思います、うんうん、ね、見ててください、見ててね、とか配信でねポロッと行ったりするから、配信で聞くのもいいかもしれない、うんうん、ね、そう、バラバラなのにね、いう感じかな、
あの集まるとすごいまとまりが、一体感がすごい、うん、そうなんだよね。この間ねオフ会で6人でカラオケも行ったんですけど、うん、もうさ楽しくてさ6人で同じ曲歌うのが本当に楽しかったねそう1曲目はねあの光るならを入れたんですけど、えっ良いこれは最高のカラオケになるんじゃんと思いましたよね。良い、そうみんな楽しみにしててねこれからの活動ね。じゃあ次に行きますか。行きましょう。はい、ラジオネーム、あ私だよねうん当てるよ、オッケーオッケー。ラジオネームノームチョムスキーさんからいただきました、ふつおたです。ゆきさん、るかさん、リスナーの皆さん、こんゆるか、こんゆるか、こんゆるか。今年は、近年まれに見る暖冬で積雪もほとんどない状態が続いており、雪害、雪害、あちょっと待って、雪に害は雪害ごめんあんまり読んだことない、雪害なのかな、私もこの言葉は知らない、うん、雪国に生きていないからかも雪国でも私これ聞かないかもあダメかごめん、雪害にしとこうかな、に苦しむ東北民としてはありがたいシーズンでした、うん、さらに2月の半ばにもかかわらず東北でも気温が10度を超えるところが多く、このまま春になってしまえと願うばかりです。しかし春になると問題になってくるのが花粉症。私は病院で調べてもらったところ、スギ花粉のアレルギーが重症なので何も対策を施さないと生活に支障が出るレベルでした。そんなに外に出るときはメガネとマスク、鼻の穴付近にワセリンで花粉キャッチ、家には空気清浄機などいろいろ花粉対策をしていますが、まだまだ改善の余地はあるなと感じます。ゆきさんとるかさん、リスナーの皆さんは花粉症ですか？もし花粉症対策されてたらおすすめのグッズとかあれば教えてくれると嬉しいです。 PS 以前お便り送らせていただいたが、これ何？外外の半野良猫、半野良猫ノームとチョムスケ、ね、あったね、うん、ノームとチョムスケは猫専用の出入り自由な小屋を作って飼うことになり完成済み、真冬でも安全に生活できるようになりましたことをご報告します。あーよかった、よかった、ほっこり報告、これ事後報告ありがとう、事後報告よかった、その後の報告ありがとう、てありがとうございます、こんゆるか、そうだそうだ、いたね、嬉しいね、よかった。でもそっか、雪国を生きていく猫ってたくましそうだ、うーん大変だよ、私も段ボールに家作ってた、うん、野良猫のあったかくなるように優しい、そう毛布入れて花粉症ね、ゆきちゃんは花粉症だっけ？私ね花粉症持ちなんですけど、うん、なんかこうやってちょっと重症な方の話を聞くと、私などが花粉症を名乗ってもいいものかってくらいの、あの症状しか出ないのよ。あ、ほんと？鼻水がひどいとか、くしゃみが出るとか、目がちょっとかゆいとか、うん、その程度だから。あ、そっか。そう、あの薬も飲んだことないし。そうなんだ。対策全然したことない。ね、いいことだよ。うん、あ、私、ルカちゃんはそうだ、以前重症だったという話を。本当にひどい重症で、あの目がパンパンすぎて、あの小学校の卒業式、5年生かな、あの5年生の時に6年生さんの卒業式、私の目があまりにもパンパンすぎて、あのフィギュアスケート選手のキムヨナって言われてたくらい、なんかちょっとキムヨナさんに失礼かもしれないんだけど、目パンパンなの、目が細くなっちゃって、 あまりにもあの開くところが少なくなって、キムヨナさんにすごい失礼だなこれごめんなさい、あの、まあ、切れ長なお目目をされてってね、ちょっとあのお母さんには、あその時すごいねフィギュアスケート見てたから、うん、なんかすごいパンパンだねって、もうティッシュも山のように使って
一人で一箱使うくらいひどかったし、薬も飲まないともう死ぬんじゃないかってくらいひどかったんだけど、今はね、あの本当に落ち着いてて、多分花粉症じゃないです。花粉症じゃないです。何だったんだろうね、じゃあ。あの暗示をかけています。私は花粉症じゃないです。ミルクちゃん、そのひどかった時期になんか対策とかはしてたの？対策はね、対策もうマスク、目薬、あとはなんだろう、もうなんか共存することを選んでいたから。もうね、薬と受け入れるしかなかったんだ。そう、薬をとにかく切らさないこと。薬切れたって思うタイミングがあるから、それにならないように必死に、もう毎日飲んでたかな。ちゃんと花粉症重症だと、しかも結構なんか長いじゃないですか、花粉症って期間が割と、そうだね、なんて言うんだろう、発症する時間がさ、なんか限定的じゃないというか、あんまり、辛そうすぎるし、そんな倦怠感とか、頭ぼーっとしたりとかさ、薬も飲むから眠くなったりとかさ、いろいろこう別の害があるから、もう本当に滅んでしまえと思うんだけど、ね、滅びよ。滅びよ本当に。空白さん来てくれてありがとうございます。今夜るか、今はゆきりかラジオ歌ふつおたのコーナーしてます。よかったらゆっくりしててください。換気したり吐いたり拭いたり、やっぱパッパッ、なんかさ、玄関のお外でパッパッってやってからお家に入るの大事だよ、みたいなのは聞いた。髪を溶かしてから家に入ったりしてたかも、そう、持ち込まない家の中に花粉を、もう帰ったらすぐにお風呂入ってっていうのをしてた。もういいから早く洗面所行ってって言われて、はいって、はい、ただ今、はいって言って言ってた。でもなんかさ、目に見えないものと戦う時って何が効果的か分かんないから、対策考えるのちょっと面白いかもしれない。いや、私が軽症だからそう言えてるだけだと思うんですけど。いや、でもそうよ、ちょっとなんか戦いたいよね。三原則ね、非花粉作らずの時点でもうダメなのよ、日本は。終わりです、残念。作ってんのよ、めちゃくちゃ。そっか、なんか乗り切れるといいな。ね、本当だよね。でもまだこれからだからね、暖かい春を迎え。そうなんだよね。そう、真っ黄色になったり、本当に花粉って存在するんだっていう塊になる瞬間あってさ、ね、怖いな。それこそナルツのサニアも、花粉症のせいで録音ができないって嘆いてたから、もう、ね、本当に歌を歌う者たち、そう、本当に敵だよ、敵、敵よ本当に。みんな家入る前にパッパってして、すぐお風呂に入りましょう。入りましょう。ちょっとね、もう一個来てるのがあって、じゃあそれを、そう、お申し合わせ、これが最後かな、ふつおたは。はい、ふつおた、はい、ラジオネームない方からいただきました。るかちゃん、ゆきちゃん、リスナーのみなちゃん、こんゆるかだわよ。こんゆるかだわよ。19回でゆきるかが初めてのオフ、20回でもオフ、ついでにマトリョシカイベントから続いているスーメリーナルツの6人でもオフ、ちょっと幸せまき散らしてくれてありがとうだわね。ナルツ界隈のツーイート見るたびにツーイート、胸の鼓動が高鳴って、おかげさまで寿命が伸びたり縮んだりしてるわよ。伸びたり縮んだり。あんまりゆきるかの配信でナルツの話するべきじゃないと思ったんだけど、この前ルカちゃんがナルツの感想も欲しいなみたいなこと言ってたから言っちゃうわよ。いいわね、いいわね、いいわよ。ここからお便り向けじゃない感想だけが羅列されているので飛ばしてか。絵日記最高だったわ。ナルツの尊いオフとかもっと知りたいのよ。誰かこの絵で切り抜き動画とか作ってくれないかしらね。あと篠月のライブも最高だったわ。おかちゃま戦争とか噴死するかと思ったわよ。好きな子同士が定点し合ってる姿を見るの本当に心の栄養よね。できたらずっと見てたいわ。ってことで、ゆきるかとナルツ永遠なれーかっこすっごい雑だそうです。ありがとう、嬉しい。
こんなに愛を語ってくれて、ちょっとそのお便り私にも送ってほしいね。あ、これね、送るね。うん、そうだった、送ってないんだこれ。嬉しい、本当に嬉しい。ありがとう、そんな風に言ってくれてさ、なんか私たちが一番あの楽しんでる自信はあるんだけど、それをこう見てるみんなが少しでもなんか嬉しい楽しい気持ちをね、お裾分けというか、うんうん、できるのがなんか光栄だなと思っている。本当にありがとう。そうね、なんか楽しい、なんだろうな、見ててくれてありがとうと思います。本当に、うんうん、サナさん、シホさん、来てくれてありがとうございます。こんゆるかラジオしてます。今ふつおたのコーナーです。最後のお便りかな。オタクの文章とゆきるかの親和性高い。これどこ、ちょっと早口にしちゃったけど、あの送ってる、読んでください。伝わってた、ちゃんと。伝わってた、すごいスッと入ってきたよ。ありがとう、ツイート、ありがとう、ツイートって書いてあった。ドスッと入ってきた。うん、ツイートがいい。そう、日記も最高。オフのこともっと知りたいって。うん、なんか本当にそういう ナルツのオフのことを知りたいよっていう方に向けた場所でやれたらいいなってと思いますよ、ね、サーバーがね、公開サーバーがあるからね、毎回あのナルツライブの後に感想会をやる場所があって、うんうん、そういう場所本当に選んで、うん、ナルツの話を聞きたいよっていう人が選んでこれる場所もあるので、ね、そういうとこでお話しするのもありかなと思っています。いいかもね、うん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございました。いっぱい何かしら以上かな。またお話できることを願っております。うん、というわけで、はい、以上ふつおたのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。パチ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 、お私今日歌う曲2つともすごい好きなんだ。いや、わかる、すごい、あの今日ね2曲歌うんですけど、うん、2曲ともね新しい曲なので、そう、すっごい、でもいい、すっごいすっごくいいから、うん、ちょっと聞いてくださいな。というわけでお歌のコーナーに参りましょう。はい、あ、ちょっとじゃあ変えようかな。そうだね。ちゃんと歌えるかな。今日2曲ともあの2人で歌います。はい、小林食堂さん来てくれてありがとうございます。こんゆるかこんばんは、ありがとう。まあ、お歌を歌うところです。よかったら聞いててください。では、はい、歌いましょう。いけます。はい、それでは聞いてください。オリオン。あなたの指が、その胸が、その瞳が、眩しくて少しめまいがする。夜も不意に落ちてきて、あまりにも暖かくて、飲み込んだ七色の星、弾ける火花みたいにぎゅっと僕を困らせた。それでまた歩いて行けることを教わったんだ。離れないように、あなたと二人。
夢の中でさえども上手じゃない心具合、気にしないでって嘆いたこと、泣いていたこと、ほつれた袖の糸を引っ張ってふっと星座を作ってみたんだ。お互いの指をしとして、それはひどくてダラメで僕ら笑い合えたんだ。そこにあなたがいてくれたならそれでいいんだ。ちゃんとあのゆきちゃんすごい良かった。私やっぱりダメ、あの毎回間違えちゃうとこがあって、うん、そこがいやでもすっごい、でもね、あの本当に良かった良かった、うん、めっちゃ良かった。どうしちゃったや、ちょっとありがとう言いたいと思います、うん、ゼルさん、ライトシャワー、シルベさん、流れ星、あ違うゼルさんのライトシャワーとシルベさんの流れ星、ユキとルカがいただきます。ありがとう、ありがとう。そしてダルマさん来てくれてありがとうございます。こんゆるか、好きがすぎるってありがとう。ポリシーさん、ひーくん、小林食堂さん、ゼルさん、えださん、りっくん、たぬさん、シルベさん、うん、どこ飛んだ飛んだ飛んだ、あいまさん、お芋さん、拍手もありがとうございます。ありがとうございました。でもすっごいいい、やっぱさ、私たちこれ練習でね、うん、あの何回も録音して、うん、ガラクしてで聞いてっていうのをやってたんだけど、本当にね触れていたんだってところそうからなんかもう超絶お気に入りポイントなんですよ。そうなんですよ、触れていたんだからもうずっとユニゾンなんですけど、うん、ほぼ
めちゃくちゃ、あのね、この満を持してのユニゾン構成めっちゃ好きなんだ私すっごい良かったこれ。ちょっと画録が楽しみだね、うん、楽しみ、うん、これが今聞いていただいたのがオンライン、そうだね、オンラインです。うん、オフラインで歌ったらどうなっちゃうかな、オフラインでも歌いたいな、釣られちゃうかもしれない、うん、あるね、それはユニゾン素敵でした、ありがとう、ありがとう、てつさん来てくれてありがとうございます、こんゆるか、はい、というわけでね、以上が1曲目オリオンでした。はい、すごいお気に入りというか私たちの声にすごい合ってるから、これルカちゃんがね提案してくれた曲なんだけど、これはエクランジュシアの曲にしたいねって言ってた、うん、言ってたね、うん、ルカちゃん言ってた言ってた言ってた、次のコーナーに行きますか。ああ、しるべさん花束ありがとうございます。しるべさんの応援の花束、ゆきといただきますありがとう。じゃあ次のコーナー行きますか。はい、次のコーナーは、はい、バレンタインの思い出、わー、ハッピーバレンタイン、ギブミーチョコレー、わー使いたがり、丸太は持ったか、もうあの中むき出しの丸太衝動を持っている人がいますけど、そう、バレンタインの、はい、バレンタインの話をちょっとしたくて、したくてっていうかさ、バレンタインの話題を持ってきたくて、ちょっとラジオ歌を早めたくらいまであるみんなのバレンタインの話を聞かせてください。はい、ほいほいという感じ。あ、私たちのバレンタインはあのナルツの日にやってるのでねね、ええ、メアちゃんからもらったチョコとスコーンをつまみながらカラオケをしたり、うん、なんかさゆねちゃんからもらったここにいるミニルカちゃんとかね、うんうん、お人形さんもらったり、せいちゃんからシーリングスタンプもらったり、ゆまちゃんからね、あのチョコレートもそうなんだけどエクランジュシアのみさんが編んでくれて、みさんが編んでくれたの、そうなの、エクランジュシアしか間に合わなくてって言って私たち二人にみさんが編んできてくれて、さ、うん、てくれてすごい綺麗な色のね、私たちの色だなって思った。そうで、私たちは私たちで、あの、うん、ユニバのお土産をね可愛くして、うん、そう、みんなにあの全員に配ったり配ったし、プラス、うん、それはお土産としてね、そうね、うん、バレンタインのも用意してるんだよねそう、バレンタインはまたそれぞれ別々でね、そうそうそう、作ったものを可愛く梱包して送りましたよっていう感じでしたね。バレンタイン食べ終わった？待って音消えちゃった、もう一回言ってくれる？え、嘘、何にもないよ、全部食べちゃったあー、追加で作らなきゃ楽しみにしとこうというわけで、そう、今回はみんなのね、うん、みんなのバレンタインを教えてくださいという、はい、あ、じゃあこれを、嘘でも本当でも OK ですっていうお題になってます。うーん、意外とさ、あのエクランジュシアのこのナイトスカイブレッシング聞かれてる方は、うん、おなじみのコーナーがありまして、嘘日記っていうねコーナーがあったんですけど、うんうん、それに近い今回、そうだね、来たお便りが割とそれに近くて、ちょっと嘘日記の人が多いかもしれないハさん来てくれてありがとうございます。こんゆるか、今はバレンタインの思い出のコーナーに移るところです。うん、私か、ルカちゃんかね、うんじゃあ一つ目、まあ、これハーフだな、本当だ、一つ読んでゆきちゃんに一つ渡そうかな。オッケー、オッケー、うん、これはあの二部構成のいただきました、長いな、は
ラジオネームトトさんからのバレンタインの思い出です。宝くじを当ててから秘境に移り住み、ほとんど自給自足のような生活をしていた私は久しぶりに人里に降りていた。知らない公園、知らないお店、知らない言語、どれもが魅力的だった。すごいな、今こんなものもあるのか。ただ見違えていく思い出たちに開けられた胸のぽっかりに、2月の風は少しだけ寒かった。このまま帰るのもなんだか寂しいな、ちょうどバレンタインだし。私は他人のふんどしでチョコをもらうことにした。別にモテる男に妬みも恨みもないが、その方が面白そうだ。どこだ。何も全部食べるわけじゃない。素人の手作りのお菓子を一口二口食べたいだけさ。私はその地域の経済学部のイケメンにターゲットを絞り、探偵に女性関係を調査させた。あいつか。対象の女性関係を吟味し、質量ともに一番ちょうど良さげなイケメンを特定した。そこからは早かった。対象はバレンタイン当日は男友達と旅行に出かけるらしい。大半の女友達は後日渡す腹積もりだ。しかし私は見逃さなかった。やつと生活圏内が被る女の存在を。彼女は毎週水曜にやつの家の前を通ってスーパーに行く。つまりそこにトラップを設置すればいいのだ。何かその女に気があることをほのめかすような文言を書いた紙を貼った紙袋でも玄関に置いておこうか。バレンタイン当日、成功だ。女はわざわざ一度家に帰り、箱を一つ紙袋に入れていた。上品な紙箱だった。香水を振ったのだろうか、フローラルな香りまで漂ってきた。興奮を抑えられない私はその場で食べることにした。箱を開けると、どうやって作ったかわからないほど線の細いモダンアートのような力作がいくつも敷き詰められていた。すごすぎて手作り感が少ないのは残念だが、ボルテージは最高潮。視覚での鑑賞はそこそこに。ついにチョコレートへ手を伸ばすと、そこで風向きが変わる。どうやらこちらが風下になったらしく、穏やかな陽気とは対照的に冬の名残を感じさせる春風に少し身震いする。それと同時に鼻腔をくすぐるチョコレートの優しい香りが。これが半分です。最初皆さんちょっとどんな話か分かりますか？私の感想としては、何してんだこの人って感じなんだけど、うん、今のとこ私も何してんだ何してんだこの人って感じなんだけど。ですね、ちょっと今来た方もいるのでね、挨拶も兼ねて説明をさせてください。さよこさん、はい、それからかいさん来てくれてありがとうございます。かんゆるかラジオのお便りで、あのバレンタインの思い出っていうやつを募集したんですけど、まあ、嘘でも本当でもいいですよっていうやつなんですが、うん、今すごい力作が届いていまして、二部構成の一部目をね読み上げたところです。今のところは、まあ、なんか人間にと関わるの久しぶりの人がイケメンの知り合いからチョコもらおう、イケメンの近くに住んでいる女からチョコをもらおうと画策している話です。うん、強奪犯ですね強奪犯の話かもしれない、はい、ちょっとこう後編でどうなるのか入った瞬間ってなりましたが、ショート小説また覚えてください、うん、短い小説のような感じかな、うん、本当に長い。どうなるんだろう、ちょっと後半をゆきちゃんに読んでみましょうか。はい、お願いします、はい、うん、チョコってこんなくぐもった匂いだったか。
フローラルな香りの中にかすかな違和感を覚えた。私は改めて匂いを確認する。なんていうか鉄臭い。嫌な予感がした私はもう一度中のチョコレートを注視する。不自然に思った箇所の手触りを確認してみる。するとカゴのような形をしていたチョコレートの格子が一つ外れる。あらら、すごいはすごいけどこんなの持ったらすぐ壊れるんじゃないか。しかしそんな疑問は次の瞬間どうでもよくなった。壊れた格子からは骨組みのようなものが露出していた。どう見ても生き物の毛髪だった。まあ途中から感づいてはいたが、それはやべえチョコだった。がっかりした私はふと前を向くと玄関先に彼女がいた。私は声も出せず箱を放って逃げた。後日私はきっと証拠は彼女が処理したんだろうと自分に言い聞かせながら生活を続けていた。そんな中いつものようにふもとの郵便受けを確認しに行くと警察と一人の男からの感謝状が入っていた。拍子抜けだった。どうやら彼は以前から彼女の苛烈な愛情表現にへきへきしていたらしく、おとなしくなった今でもクリスマスやバレンタインは旅行に出かけているのだとか。今回は変な薬も入っていたらしく、おとがめなしの代わりに私は事情聴取を受けることになった。その後改めて彼から直接感謝の言葉を受け取った。迷惑にならないようにと手短に終わらせて帰ろうとする彼に、私は彼女との過去について聞いてみた。なんとなくだった。しかし彼は席を切ったように話し始める。今日初めて会った私にだ。いや、だからこそかもしれない。会話は苦手な私だが、その日はむしろ心地よかった。人も街も変わりゆくもの、それはどこだってそうなのだろう。しかし人は帰るべき場所を変えることはなかなかしない。そんな場所がまた一つ増える気がした。面倒なことだ。ここまで車でどれだけかかると思ってるんだ。終わり。なんか美しい終わりっぽいけど前提がやばいんですが、この人なやべえチョコだった、うん、やべえ女だったのを、やべえ人がやべえ女のやべえチョコを受け取ったっていう話、うん、で感謝状終わり方綺麗だな。うん、まあでもめでたしではあるのかな。めでたしね。いや、まあでもね、ちゃんと行動原理、うん、そのバレンタインにここにいないそのイケメンの行動原理とかがね、そうだね、なんでなのかっていうところまで明かされていてそう、毒を持って毒を制すみたいなお話だったね、うん、そうだね。よう考えたなこれ。すごいな。そう、バレンタインホラーそんな感じだった。思い出思い出。そっか、あなたの思い出。いいな。あつきちゃん来てくれてありがとうございます。カンイエルカ。ちょっと次も面白い自信がある。やばいやつには、やばいやつを。あ、ほんと面白いこれやっぱ、うん、みんな嘘日記うまいな、ね、嘘って決めつけちゃいけないかもしれないんだけど嘘日記復活してもいいかもしれないね、バレンタインに限らず。嘘日記 ね久々にやりたいね。ね、うん、面白いってそういうことか。はい、じゃあ次に行きますか。すごい小説だったな今のね。本当に小説だった、うん、小説お披露目会みたいになってるねダメだもんじゃあ次のお便りに行きます、はい、男は背中でカタリッチさんからいただきました。バレンタインの思い出です。エクランジェシアの可愛い子ちゃんなお二人様、どうもコンユルカですぞ。コンユルカ、コンユルカですぞ。いきなりなんだが、小生はモテるなり、可愛い子猫ちゃんたちだけではなく、なぜか狼さんにもモテるんだお。小生が眩しすぎて太陽は嫉妬しちゃうし、小生が美しすぎて月は涙を水面に落とすんだお今日はそんな小生の特に記憶に残ってるバレンタインの思い出を語っちゃうお。もちろん背中でぬ。8割思い過ごしな気がする最初に言っておくんだが、これはモテ自慢なり。あれは
小生が年がら年中半袖短パンでキックボードを乗り回していた小学6年生の時の話だほい。ね、何なの、語尾増えてる、どんどん。当時めちゃくちゃ仲良かったギャルやけど、漫画を描くのが趣味な女の子がいたんだお。ある日その子が小生をモデルにしたキャラで漫画を描いていいかと言ってきたのでし。ちょっと待って、新しい語尾出ないで。マスコットキャラみたいになってきた。しって何。V ライバーをやり始めてから確信に変わったのだが、絵を描いてもらって嬉しくないやつなんているはずがないなり。むしろ描いておくれと OK を出してから時は流れ、バレンタインデー当日、小生はその子からチョコを渡され、一冊の漫画を読ませてもらったんだお。チョコはめちゃくちゃ美味しくて、お菓子屋に売っとってもお菓子ないでって言ったのを覚えているお。お菓子だけにおかしくないってね。漫画の内容はというと、小生っぽいキャラと女小生っぽいキャラと女の子がチョコよりも甘くイチャイチャドキドキする読み切り漫画だったんだお。その子は少女漫画が好きやったし、そんな感じの漫画ばっかり買い取ったから、うまいな、漫画家なれるやんって感想しかなかったのだが、今思うとあれは僕の夢小説ならぬ夢漫画でした。その後ホワイトデーにお返しをせがまれましたが、小生はホワイトデーが誕生日なのでお返しを返しませんでした。理由理由祝われるからだか側だからってこと。中学卒業まで根にもたれたなりよ、ほほほ。サティ、小生の嘘か真実かわからないバレンタインデーの思い出話にお付き合いいただきありがとうございます。その曇りなき眼でどちらか見極めてくだされいでした。お誕生日にお返し、お誕生日だから返さなかったの本当だと思う。いや本当にこの人好きだな。本当に好き。中学卒業まで根に持たれる、3年4年ほどずっと覚えられてるくらいのね、うん、あの衝撃はあったと思う。なんかちょっとそういうタイプの子に好かれるんだろうなっていうのを、うん、そうだね。でもすごいね、漫画描いてもらうってすごいよ、ね、すごい本当に。うん、夢漫画ってさ、あのファンアート描いてもらうのってすっごい嬉しいじゃん。嬉、うんうん、しいね、本当に嬉しい、本当に嬉しいよね。だからそれもなんか今自給自足みたいに私はしてるけど、なんかそれをさ人にやってもらうって、それこそさ、このミニルッカ縫い、あのぬいぐるみをさ作ってもらったりとか、うん、なんか本当そういうの嬉しいから、うんうんうん、多分その当時はさ、その漫画本当に嬉しいと思うけど、まあ、小学6年生だからね、無邪気にほえって思ってたのかもしれない。でもすごいよ、そのかなり、私も絵を描くし、うん、なんかかなりのその熱量がないと私は描けないから、うん、すっごい描きたいどうしてもって思わないと描けないからこそ、うんうん、この子が一体どれだけ好きだったかっていうことがなんか伝わってきて、ね、漫画ってすごいよ、漫画って、漫画、ね、漫画すごい漫画すごいけどさ、あのホワイトデーが誕生日でお返ししなかったのはこのカタリッチさんの本当になんかもうカタリッチさんだなってなるとこだよね。いい理由が良すぎるでしょ、うん、これ誕生日なのでお返しを返しませんでした。それはね、なんか言い訳にならんのよ。もらったもんはね、それはズルなのよ。そんなこと言い出しちゃったら打ち消されてしまった。もう本当に謎理屈なんだから。さざなみさん来てくれてありがとうございます。今夜でか、バレンタインの思い出の
コーナーをしてます。よかったらゆっくり聞いてってください。ポリシーさんの星スタンプゆきとメカがいただきます。ありがとう、ありがとう。 いい思い出ですねこれは、うん、よかったな。いろんな意味でとってもいい思い出でしたね。じゃあ次に行きますか。うんラジオネーム LM さんからいただきましたバレンタインの思い出です。うーむ、悩んでいた。社会人になってから早10年と少し、今さらチョコがどうので騒ぐような年でもないないのだが、中途半端に出世しては早速嫌われ者が板につき始めており、理解を示してくれる社員はちょいちょいいるが、チョコをくれるって感じじゃないというわけで、カカオを数キロ買ってきた。まずはサッとローストして、シェルとカカオニブを取り除く。砂糖やココアバターと混合した後、冷凍保存しておいた混油パンチ、だいたい3日分で20ミクロン以下に粉砕し、精錬する。その後、癒しの水と時間によってチョコレートの反応速度を数段階落としながら、湯煎と冷却を繰り返す。わぁ。エコーロケーションで結晶の数を確認し、頃合いを見て湯煎をやめる。最後はトッピングと一緒に型に流し込み、ルカビームで気泡だけを消滅させたら冷却して終了初めてにしては上出来じゃないか。ややビターだが優しい味がした。自分で作っておいておかしな話だが、なんていうか人のぬくもりのようなものを久しぶりに感じた。満足だ。さて残ったカカオニブはトッピングに重宝する。美容にもいい。これとチョコを半分実家に。いや、こんなことしてもきっと来期には嫌われ者に逆戻りしているのだろう。山岸、あいつチロルチョコ1個かよ。その日私の机には粗末なお返しと、あれじゃ少ないですとだけ書かれたメモ用紙が1枚置いてあったありがとうございましたありがとうございましたすごい。ちょっとお先にナルツだったね。ちょっと先にね、そうだね、ナルツだったね。めっちゃ、ね、めっちゃナルツだったさゆこさんのお冷やゆきとルカがいただきま す。間違えちゃった。ありがとう。カニカマデシュさん、ゆりさん来てくれてありがとうございます。こんゆるか。はゆねちゃんも来てくれてありがとうございます。こんゆるか。知ってる人は知っている、うん、はい、わわフォローありがとう、さゆこさん。ナイスフォロー月一でラジオしてます。わわ、よろしくお願いしますそう、いろいろ入ってましたね。ナルツ、みんなわかったかい、どれが誰か。うん、ちょっと知らない人のためにスーメリーナルツっていう6人ユニット、私たちも入ってる6人ユニットのなんか何これは何か白が入ってたね今のお便りは。そう、なんか私たちが配信でよくやる何がしかがそこらへんにたくさん、うん、砂糖やココアバターと混合した後冷凍保存しておいた混油パンチ。混油パンチは冷凍保存可能なんですかいや、私はやったことないなどうやって冷凍保存するんだろう、うん、しかも日割りなんだ。3日分で20ミクロン以下に粉砕できるらしいんで、この人多分こういうパンチにすごく、うん、詳しいんだろうな、うん、その後癒しの水と時間によってチョコレートの反応速度を数段階落としながら。癒しの水と時間ね、これゆまちゃんのねうんすごいいっぱい入ってるよ。チョコレートの反応速度落ちるんだわ、スイちゃんのワーってエコーロケーションだったんだルカビームさ、ルカビームは、うん、ルカちゃんが放って地球を一周して背中からルカちゃんとこにボンって戻ってくるくらいの威力があるけど、そうそうそう気泡だけ消すこととかできるのか。もうチョコレート自体消し済みになるんじゃないかなと。費用だなチョコレートなくなっちゃう。いやでも私再生してるから、破壊と再生を同時に一瞬のうちにしてるから、もしかしたらそのビームを押して気泡だけを
気泡に照準を当てて、で再生することによって、気泡を取り除く、と思います。まあそんなに頑張っても山岸はチロルチョコ一個しかくれないんでねこのチョコの作り方はやめといた方がいいじゃないですか。やめといた方がいい。でもいろんな要素が入っててよかったな、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次に行きましょうか。これ本当かな。あ、そう、はい、これはね、本当の本当ですね。本当か、うん、これは本当のことでした。こういうパンチ冷凍保存するの向いてないでやめてください、はい、すぐ腐っちゃうよ。腐っちゃうよね次行きましょう。私だ、LM さんからいただきましたバレンタインの思い出です。びっくりするほどモテないことをいじられるので、橋本環奈からチョコもらったぜと言うためにでっかいハート型のチョコを作って真ん中にデカデカと橋本環奈と書いてあった。しっかり笑われた。でしたこれまだ橋本環奈ちゃんの持ち物のチョコなんよねこれじゃ誰にも食べさせないために自分の名前を書いてあるチョコなんだよな人にあげるときに自分の名前書かないからしかも漢字で、うん、でも笑い取れたならいいと思うよきっと。あ、確かに、うん、いじられるのに対してねすごいいいことだと思います。あなたのこれは素晴らしい行いですよきっと。でっかいハートの大きさ気になるね、どのくらいでかいんだろう橋本環奈って漢字で書くくらいだからね。ね、結構でかいよ。でかいでかい。なぎささん、あめもりさん、来てくれてありがとうございます。かんゆるか。今はゆきでからじわたバレンタインの思い出をしてますんのコーナーです。よかったりっくりしててね。コーナーをやってます、うん、いいな。でもなんかさ、うん、こうだんだんこう年々凝ったチョコレート、さっきもさ本当にありとエコーロケーションまで使ってチョコを作ってたのに、もうでっかいハート型のチョコっていうさ、どかして固めただけの上にチョコペンで足元からって書いてあるいいなあ、おもろ。冷やして固めただけのチョコ食べたい、ね、これはでもさ、うん、何で書いてあるか分かんないからさ、もしかしたらこれ橋本環奈マジックで書いてあるかもしれないから、うん、本当に持ち物かもセンスがなさすぎてやばい。チョコレートに触らないでほしい触れるな、お前も何もするな食べ物を嘘松にするな可能性だからね、別にこの人に言ってるわけじゃないですよ。そうですよ待って、次にね、次のやつすごい好きなんだけど笑っちゃったぜ。うかちゃんお気に入り出ます、はい、ラジオネーム LM さんからいただきましたバレンタインの思い出です。浮ついたやつを全員2月13日に閉じ込めてみた一生だーさない永遠に来ないバレンタインを閉じ込めてみた。思い出かな。なんか思い出だったらエレームさんここにいない気がするな。何かしらの。刺さってたら出てきそうなタイプ。浮ついたやつを全員2月13日に閉じ込めてみた。あるかもしれない。なんてそう。炎上。みんなそわそわしてるだけで終わっちゃうんだ一日、かわいそう。ずっと13日だからずっとそわそわしてんだ。いや、いいな、短いのに端的についてくる感じすごく好き。ドキタさん来てくれてありがとうございます。かんゆるか。今バレンタインの思い出を聞いてますコーナーです。いいですね、シンプルでとってもね。本当にやったのかな、どうでしょう。
これは本当ですね。本当か。はい、本当らしい。じゃあ未だに2月13日に取り残されている浮ついた人たちがいるってことだ。かわいそうに年々増えてると思う。今年の浮ついた人たち、これは去年の人たち。ああ、なんか2023年の箱とかがあるんだ。そうそうそう、そうそうそう嫌すぎフ趣味が悪すぎるな。そう、コレクションしてる。私が言ったことは本当よ。じゃ次に行きましょう。ラジオネームバン・アレン対山本さんからいただきました。バレンタインデーの思い出です。バレンタインデーになると思い出すのは、私がまだ小学校の低学年だった頃です。同じ学校に通っていた兄がバレンタインデー当日、クラスメートの男子にチョコレートを配り始めました。私の通っていた学校は自由を重んじる校風で、バレンタインデー当日はチョコレートの持ち込みを許可されていたのです。もちろん食べていいのはお昼休み等に限定されていましたが、当時は女の子から男の子に、または女の子同士で送るのが当たり前でしたので、我が校でお昼休みにチョコレートを食べることが許されていたものは、ごく一握りのモテモテ男子生徒か女子生徒だけだったのです。私の兄は正義感のまっこと強い男で、不平等を許さない男でした。製菓業界が作った悪しき風習のせいで、大好きなチョコレートを食べられないのはかわいそうではないか、すべてのものに平等にチョコレートを配るべきであると言いながら台所に立ち、レシピ本を片手に悪戦苦闘しながらチョコレートを作っていたことを覚えています。既製品でもいいのに律儀なものです。そうした行動の成果か、その後に立候補した生徒会選挙でぶっちぎりの得票数を収め、一部の生徒からチョコレート会長と呼ばれ親しまれることになりました。現代では男子同士でチョコを渡し合うことも珍しくなくなりましたが、当時はそれはそれは奇な目で見られていましたので、子供心に身内の恥とも感じていました。しかし型にはまらず自分の正義を遂行する兄を今ではとても尊敬しています。できることなら兄のように人のためを思って行動できる人間になりたいと、バレンタインデーの日を迎えると時折思い出すのです。長文失礼いたしました。わあ、なんかかっこいいねこれ、ね、これはいいな。いや、なんかいいね、すごく素敵なお話。ちゃんと手作りでさ、この悪戦苦闘して作って、これをみんなに渡してたってことでしょ。うん、もらわなかった人たちにとやるってものすごく恐ろしいことだと思うんですけどね、チョコレート、しかも学校なんていうさ、小さなコミュニティの中でそれをやったらね、書いてあったけど、それはそれはキーな目で見られることもあるでしょう。うん、でも成し遂げて親しまれてすごい ねなんかその時 は尊敬かも。そう、なんか子供だからなんかちょっと照れくさいとか恥ずかしいとか思ってたかもしれないけど、兄ちゃんやめろよそんなこと恥ずかしいからってなったかもしれないけど、今大人になってこうやって見るとなんて立派な、なんていうの、考え方がさ、すごく素敵な、子供であるはずなのにすごい素敵だなって思えるのがいい話。これはいい話だ。嘘か。あ、嘘でも誠でもなんだか美しかったので、うん、花丸です。花丸素
素敵ここのリスナーにこんなちゃんとしたバレンタインエピソード話せる人いたのちょっと失礼じゃないですか本当にそうですよ、あの、ね、別にボケろって言ってるわけじゃないですからね、うん、毎回ちゃんと綺麗なお便り結構あるから次、かわいいやつだ。きっとこのね、チヨコレイトとかさ、バレンタインデーがひらがなでね、カッコ書きで書かれているところで、この時代の移り変わりみたいなものを表しているから、うんうん、本当にどの程度、本当に本当なのか作ったのかわかんないですけど、うんうん、にしたっていい感じのお話でした、ね、本当にいい素敵、ありがとうございました、ありがとうございました、うん、いい話聞いちゃったな、ね、そういう人になんか勇気もらうね、なりたいね、ね、うん、次は急に情報量が減りますがかわいい、これかわいいやつかわいいお便りいきますよ。ドライブジャムない方からいただきましたバレンタインの思い出です、はい、バレンタインは男友達から2つもらいました、拍手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 、ピエン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 、大泣き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 、かわいい顔文字いっぱいなんだよかったねなんかあげたくなっちゃう、うん、でもこうやってうん、さっきのさ人がやったみたいなことをしてくれる人がいることで救われる、うんそうだね、気持ちの人がいるってことだもの、うんうんうん、よかったよかった、もらえてよかったよ、よかった、うん、かわいいねね、かわいい、これ本当にね、これにこれだけはなんかゆきちゃんからちょっと聞いた、なんかこんなの着てたって、うん、ちょろっとさ、うんうんうん、前にそうなんかいっぱい着てるんだよって、なんかこんなん着てたよっていうのでちょろっと聞いた時にうわかわいいってなったから今読んでもかわいいってなる、二度目のかわいい、赤井さん来てくれてありがとうございます、かんゆるか今はゆきるかラジオタバレンタインの思い出のコーナーです、次私かな、はいはい、はい、来ました、ラジオネームお茶目な狼さんからいただきましたバレンタインの思い出です。バレンタインの思い出、それ聞いちゃう、それお茶髪に聞いちゃう、いや大変だったのよ今年も、とりあえずさ朝は4時起きよ、なんでかって、そんなの家の前に大行列ができちゃうからに決まってるでしょ、やれやれの顔文字ありがとう、ご近所さんに迷惑かけるわけにはいかないからさ、しぶしぶ早起きして毎年恒例のバレンタイン鬼ごっこを始めるってわけよ。鬼はもちろん全国に20万人いるお茶髪ガールズたちさ。あれ？なんかスマホの画面が滲んで見えるような。気のせいか。もうさ、みんなお茶髪のこと大好きだからさ、一度捕まったらなかなか話してくれないの、困っちゃうよね。お茶髪はみんなのものだって何回も言ってるのにさ、迫り来るガールズたちをちぎってごめん、迫り来るガールズたちを、なんだなんだこれ、めっちゃ笑っちゃう、迫り来るガールズたちをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、投げるなよ、ちぎんなよ怒涛の逃走劇を繰り広げる粋でいなせなアンチクショー、それが俺、お茶目な狼ことお茶髪。あ、やっぱりダメだ、スマホの画面が滲んじゃって文字が打てない、スマホ壊れちゃったのかな、違う、今温かい水が頬を伝ったのを感じた、俺泣いてんのか、そうか、壊れたのはスマホじゃなくて俺の、そりゃそうだよな、こんなみんな信じるかし、みんな信じるしかない嘘ついてさ、あ、自信あるんだゆきさん、ルカさん、そしてリスナーの皆さん、騙してごめん、本当はさ風邪ひいて会社休んで寝てたんだ、あ、でもね、妻と娘からプレゼントはもらったんだよ、ごめんね、こんな何の面白みもないエピソードしかなくて、
以上、バレンタインの思い出でした。みんなはハッピーなバレンタインが送れていますようにでした。えらい、ちゃんとごめんねって言えて、えらい。いいよ、許した。ごめんねって、うん、言ってるね、ちゃんと2回も騙してごめんって。やっぱりそうだったんだ、うん、そうだよね、うんうん、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、1ミリも信じてなかったけど、ちゃんとごめんねって言ってたからいいよ。私でもお茶神さんならワンちゃん本当に、うん、モテモテエピソードを送ってくれるかなって、学生時代とかの、うん、なんかすごく前にもモテモテだった。この方はガチの話は送らないよ。そうかな、一回あるから私は信じてしまったよ。送らない。送ったとしても、うん、ちょっとも持ってほしいね。うん、うん、どそうだね。うん、きっとなんか本当に本当に素直なものをね送ってくるときは、うん、嘘だって判定される前提で送ってくることでしょう、この人は。うん、そんな気がしていますね。うん、でもすごくいいお便りでした、ありがとうございました。よかった、途中からのねちゃんとあの、うん、帰ってくる、うん、感じがよかったね。読まれてるだろうなと思っています、勝手に。勝手にさ、ありがとうございます。ありがとうございます、こんな長いお便り送ってくれて、うん、女の子はちぎっては投げてはいけません。うん、ちぎらないでほしいし、投げないでもほしいね。実はね、ちょっとお便りもう2つ来てて、2つで合ってるかな、ワクワク。ちょっとこれも読みたいと思います。すぐに送って、私が読む方を先に読んで。今度から気をつけます。次って投げてないんでしょ、嘘だったんでしょ。どこだ、はい、じゃあ、はい、読ませていただきましょう。待って、今日さ、挨拶から来る人廊下で、字で来てくれてありがとう。こんゆるか、こんゆるか、廊下で挨拶ガラガラガラ入ってきてくれる人がいる。じゃあね、ちょっと今、バレンタインの思い出のコーナーやってます。よかったらゆっくり聞いてってください。はい、次お願いします。はい、ラジオネーム心眼の田中さんからいただきました、バレンタインの思い出です。今日はバレンタインというらしい。聞いた話によると、何かの節目には懇意にしてくださっている方々に菓子折りを渡すマナーを国民に身につけさせようという趣旨で行われている日本特有の政策らしい。保存に優れた菓子を自作させることによるサバイバル技術の向上も狙いなんだとか。さて、そんなご立派なイベントだが、一つ注意すべき点がある。特定の一人のために菓子しか作らないズボラさんの存在である。もちろんバレンタインは絶対にやらないといけないイベントではないし、作ったのが一人分だとしても趣旨からは外れない。しかし多くの場合、その後の二人の関係性は怪しいものになる。異性同士だった場合は特に注意が必要だ。やつらはこのことが周りの人間に露見すると異様に慌て始めるのだ。中には微塵も動揺しない鉄仮面もいるのだが、やつらからは優越感にも似た悪しき心を感じる。そのため世間からこのような関係はかなり注視されている。さて、基本的にこのような事例は有罪判決を免れないのだが、稀に例外が存在する。狂人の存在である。やつらは恋に関係性の薄い相手に菓子を渡し、実際とは真反対の交友関係の多様性に恵まれていない人間を演じる。そうすることで、本当に交友関係の多様性に恵まれていない人間を見下そうとする大変下劣な存在として周知されている。またやつらは、おい田中、女子が呼んでるぞ。すまない、緊急事態だ、行ってくる。待たせた。ああ、どうやらそのようだ。相手は文化祭の準備でお世話になった方だ。最低限の関係性は保証されている。しかしぬか喜びはいけない。相手に断りもなくすぐに中身を改めるのは少し気が引けるが、さっきまであれだけバレンタインについて語っていたんだ。君も気になるだろう。
さあ中身を確認しよう。どれ、箱の中身は？おはじきを模したマーブルチョコ、積み木を模したマフィン、花形のトイレスタンプを模した飴細工、なぜか同封されている入浴剤。どっちだ？これどっちだ？というわけでバレンタインにというあの愚かな制作に踊らされている田中さんの思い出でした。このチョイス。でもこんなに入れてくれるの？でもおはじきのさマーブルチョコとさ、うん、積み木のマフィンと入浴剤はいいんじゃない？でもこれ花形のトイレスタンプを模した飴細工だからあのお花の形の飴ってことでしょ、うんうん、そうそうそう、トイレスタンプっていうのをちょっとあの例えが悪かっただけで、飴とチョコとマフィンと入浴剤ってだいぶ豪華なバレンタインじゃない？じゃあ田中さんの心眼は濁っているってこと？どっちだどっちだってなって田中さんの心眼濁っているじゃない、大丈夫ですか？だって文化祭の準備でお世話になった方でしょ、もしかしたらすごい気になってるかもしれない。あ、そうそうそう、便器にペタって貼ると掃除楽になる、流すだけで、そうそう流すだけのやつだね、あの黒い輪っかを作らないみたいなやつだよね。うん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 、ポジティブでしょ。こんなにさいろんな種類入れることないからね。そうだよ多分。うん、私なんてお母さん作ってたお菓子持ってたことあるもん。高校の高校がさほぼほぼ母の宿命ほぼほぼ女子校だったの。でさ、うん、もういっぱいみんなに配んなきゃいけなかったからみんなもうタッパーにねクッキーとか入れてきて、ね、はいじゃあみんな取ってってみたいな感じで渡してたから、ね、私もあもうそれでいいかもと思ってハロウィンと同じ感じでね、うん、あのいっぱい詰めてはいはいどうぞ1個どうぞはい1個どうぞみたいな感じ でもあの好きな友達とかあの結構仲いい子にはちゃんと自分でしっかり作ってっていう差を出してた。 あるね、こっちはなんか大事な友達よ、うんうん、そうそうそう、こっちはその他もろもろよみたいなやつってなるとこの人のこの中に入ってたものを見ると、うん、特別だよね。特別だと思う。それまでの喋り方がね、よかったね。そこ田中さんは、田中さんはバレンタインをねすごく観察していたみたいだけど、うん、うぞうむぞうではなさそう。絶対ない絶対ない。笑えるだけいいじゃない。これ本当だったらいいな。ね、そうだね。これきっと本当だろうなと思っていますよ私は。次かな。はい、ちょっと待って、一応ちょっと読み方を読み方の確認読み方の確認。えらい、今日は結構あの難しい漢字をお使いのお便りが多くてね、ねなかなかドキッとさせられます。あと大丈夫かな、ちょっと分かんなかったら聞くね。うん、はーい。LM さん、ラジオネーム LM さんからいただきましたバレンタインの思い出です。今日は異端審問官が来る日だ。初めて見る軍服、初めて見る冷たい眼光、ここは男子校だぞ。生徒の間で静かに動揺が走る。当然誰一人心当たりないが、現実に審問官はここに来ている。かつてないほどの緊張が教室に走る。それでは皆さん、顔を伏せてください。生徒が机に顔を伏せる。審問官に促され、担任が続ける。この中で、先日、
間違えた。この中で先日チョコを受け取った方は静かに手を挙げなさい。わずかに布が擦れる音が教室に響く。緊張が限界に達したのか、笑いをこらえるような声も聞こえた。ありがとうございました。それでは皆さん顔を上げてください。顔を上げると審問官の顔が少しこわばっていた。無理もない。審問官が動くなんて数年ぶりのことだ。彼らも動揺していたのだろう。対照的に教師は大役を終えたと言わんばかりに爽やかな表情をしていた。審問官と担任が教室を出る。担任はそれ以来戻ってこなかった。以上。さあこれはいろんなちょっとわかんない考察できるタイプかなと、私さ最初さシンプルに、うん、あの先生がチョコレートもらったって思ったんだけど、うん、なんかワンちゃんこう審問官がその場でチョコレートを担任に渡してる説ないかなとかいろいろ考えながら聞いてた。これわかんない、本当にわかんないんだけど男子校で教えて審問官のね、うん、異端審問官の性別は書かれていないので女性の可能性が全然ありえますから ね。なんだろう、うん、教師は爽やかな表情をしていたってところからそういう風にねきっと読み取れるのかな先生も女性の可能性は、男子校ってどうなんですか、知らないんだ。私もいるのかな、まあ、いるよねきっと。いないことはないか、うん、これ真面目に考察し始めてしまうみどりさんかな、すいさんかな、来てくれてありがとうございます。今夜でか男子校の女性教諭はわからないな、わからないけど、うん、なくはない可能性としては薄めだけど、ね、でも軍服なんだ、かっこいいな。かっこいいね、そう、それ思ったで、チョコの話で呼ばれるのすごいね、審問官あの、ルカちゃんがさ、うん、このチョコのところチロルチョコって言いそうになったからさっき の山岸とつながってるのかと思ってちょっとさ、チとコがさ、うん、チロルチョコを彷彿させてしまったんだと思う。失礼しました。なんか先日の実ってロに見えるしね。そうね、そうなんだよね。なんかそのあたりがふわっとしちゃった。明らかに6文字ではないのに。面白すぎ。3文字なのにチョコ。ドンフランキーさん来てくれてありがとうございます。カンイエレカン。今は生きるかラジオタバレンタインの思い出のコーナーしてます。最後のお便りでした。あー待って、なんか今3分前に来たやつだけ最後に読んでじゃあそれが最後ですね Give me チョコレートソング OK OK。 なんか分かられてたのかなかもしれないね。分かられてたのかもしれない。そっか。あ、以上バレンタインの思い出のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでお歌のコーナーです。イエーイ、ラストソング、イエーイ。来てくれてありがとう、ありがとうございます。今夜でか歌うぞ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 、着替えるぞ。そうだ、着替え忘れてた。着替えるぞ。素晴らしい、えいえい、せーので、はい、かわいい
なんかでかい私。私ちっちゃい。そんなことない、そんなことない。一緒一緒。ね、一緒一緒。一緒。可愛い、ありがとう。水分補給大丈夫だって。ちょっと飲むかお水を。可愛い、ありがとう。これはゆき、可愛いでしょ。ね、なんか二人の色めっちゃ合ってる。でしょ。イエーイ。イエーイ。可愛い曲持ってきたからさ、みんな。そう、可愛い曲歌うからさ。聞いてよ。聞いてよ。ね。聞いてよ。じゃあ歌いますか。行きましょうか。行きまーす。はーい。ルカちゃん、ルカちゃん、ルカちゃんってルカちゃん？まあごめんゆきちゃん、寝ちゃってた。なになに？もうすぐ寝ちゃうんだから、これからバレンタインのチョコ一緒に作ろうって言ったじゃん。そうだった。あれでもゆきちゃん誰に渡すの？私も教えるからルカちゃんも教えて。いいよ、じゃあせーのでいいよね。せーの。なんかいつも眠そうだし、なんかいつもつまんなそうだし、なんかいつもやばそうだし、なんかいつもスマホいじってるし、本当はテンション高いのに、私といると超低いし、なんなん自分ありえなくない、嫌い大嫌いどうでもいい。だったら僕も言うけどさ、ちっちゃいことですぐ怒るし、言い返したらすぐ泣くし、ごめんって言っても許してくれないし、その割一夜が明けちゃえばケロッとおはようとか言うし、あーなんて罪深い人なんだ、畜生も知らないぞ。甘い恋の魔法箱、宇宙味の秘密のチョコレート、二人だけのデコレーションを散りばめて彩って食べちゃおうか。苦い愛の玉手箱、未来味の不思議なチョコレート、温めて混ぜたらきっといつかお口に合う味になるの。ねえねえちょっといいかな。さっきはあのね、ごめんね。いつももやってなるじゃん。それで今日はこれを渡したくて、言葉じゃ足りないからさ、だから受け取ってくれないかな。何を？一緒にいてくれてありがとう。わー、なんだよそれ。あの優しさについつい甘えちゃう、誰よりも近いから素直になれない。君の一生懸命さをついつい忘れちゃう、誰よりも一番大好きなのに。甘い夢の魔法箱、奇跡味の内緒のチョコレート、二人だけのイノベーションを探し、組み立てたらにぎわおうが。苦い日々の化粧箱、世界味の最初のチョコレート、冷め切って割れないように大事に包んで、生涯の完成まで。やめる時もどんな日もそうずっと、健やかな時も手を取って血が二人を分かつまで、愛してる僕もそうさ、そばにいてそばにいるなんて嘘かもよ。ああそうかい、僕も適当に言った。甘い甘い恋の魔法箱、宇宙味の秘密のチョコレート、二人だけのデコレーションを散りばめて彩って食べちゃおうか。苦い愛の玉手箱、未来味の不思議なチョコレート、温めて混ぜたら絶対いつか最高に幸せな味になるの。Thank you so much. See you next time. チョコレートボックスでした。ありがとうございました。あ、楽しかった。ああ
すごいさ忘れちゃったけど大丈夫大丈夫大丈夫私もゆきちゃんに合わせてたからちゃんと大丈夫だった。とっても助かっちゃう。あ、すごい可愛いって言ってくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。嬉しい。ダンマくんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっといただいちゃうか、今日まさしくいただくで。あ、待って、この本命チョコと一緒にちょっと1枚、ね、1枚先に。私が OK、うんうん、OK、 トシさんの一口チョコとベルさんの一口チョコとトシさんのブライダルシャワーとさやこさんの星スタンプとトシさんの虹とポリシーさんのブライダルシャワーとゼルさんの流れハート流れ星フラワーファブスタンプとトシさんの星スタンプパーティーバルーン花火とゼルさんのブライダルシャワーとゼルさんの本命チョコユキとゆかがいただきます。ありがとう、ありがとう、拍手もたくさんありがとう、ありがとう。シルベさん、ゼルさん、リックン、タヌさん、ポリシーさん、トキチャさん、エダーさん、サヨコさん、ジデ、トシさん、おいもさん、ヒーくん、ありがとうございます。ありがとう、すごいいっぱい、テーテー、めっかわ、あ、ポリシーさんの星スタンプとトキチャさんの一口チョコもユキと、中がいただきます。ありがとう、テツさん来てくれてありがとうございます。こんばん、こんゆるかだったこんばんゆきちゃん、ゆるかちゃん、気が抜けちゃった、危なこんばんゆきるかちゃん、こんゆるかです、こんゆるかです。チョコレートボックスでした、はい、楽しかった、これすごいね、練習してる時から楽しくて、うん、大好き楽しかったな、これ、ね、そう、これのためもあった、うん、ちょっと時期早めラジオ歌だったのは、うんうん、バレンタインの歌なんでね、バレンタインの近くがいいねって言って、ね、そう急遽早めたそうなのです。あ、すべてのコーナーが終わりました。終わりました、うわ、楽しかった、おしまい。最近さ、うん、時間の配分がすごく上手だね。本当ね、本当に素晴らしいと思う、本当に上手ね2時間だね、ちょうど。あ、2人の掛け合い素敵でしたって、ありがとう、嬉しい、ありがとう。最初のセリフルカちゃんが考えてくれてそうそう、最後のとこはもうそれぞれで考えたやつだったんですけど、可愛いよねこれ、ちゃんと被らずに歌えてたかな、本番も、うん、大丈夫、被ってた、大丈夫だった、よかった、ぴったり。私はルカちゃんのね声を聞かずにここはやってるので、うんうん、一人で喋ってるんだけどさあまりにもあまりにも、ね、そうだよね、ちょっとあの画録を楽しみにしてよう、うん、楽しみ、本当に楽しみ、ね、練習の時もね結構合ってたから、うん、ルカちゃんの喋る速度は分かっているさ、ね、私は私たちもう融合しちゃうわね、だコメント重たそうだね今日も、ね、やっぱさ2時間2時間経ってたから抜けてた結構うんうん、でも楽しかった、楽しかった、ちょっと、株主のびさん来てくれてありがとう、コインユルカ、間違えた、コインユルカ、あの宣伝をしませんか、うん、宣伝 2週間後か、宣伝するいいよ、せっかくだしこの機会に、うん、しましょう、私たちエクランジュシア2週間後、そうです、3月5日予定で、エクランジュシアのライブを、2人のライブをしようと思っています。場所はライブやりまーすやりまーす、
ゆきちゃんの2周年ライブ以来です。イエーイ。私のとこかな。ゆきちゃんの枠でやる予定だよ。やります。歌ったことない曲ばっかりです。いっぱいあるよ。初出しがいっぱいだよ。そう、あのお歌だけの、私たちはイクランジシアはね、一応お歌のさ、お歌でユニットを組んでいるので、なんだけど、ゆきるかラジオ歌があるからね、月に1回はデートをしてるんですが、歌だけのライブって本当周年の時とかイベントの時しかやってなくてね。なので今回ね、イクランジシアだけのライブをやりたいと思います。思ってます。もうね、早く歌いたい。歌えないのにね、歌いたいっていう気持ちがすごいの。いやー、ここから特訓の日々。特訓の日々です。そう、3月5日5ね、5火曜日。時間、時間決めてたっけ。私あの、ね、携帯の方で書いてたから、ね、そう、私もここだから。ちょっと待ってね。どこ行っちゃった。時間決めてないか。いや、時間は書いてないな。ね、うん、時間ちょっと、でも夜、夜だね。夜ですね。夜になります、うん、夜の9時か10時かそのあたりだと思う。うん、きっとそのあたりです、ね、たくさん歌えたらなと思ってますので、うん、あ、そう、 X でお知らせします。また詳細はチェックしていてくれたら嬉しいです。あ、楽しみ。もう今日さ、一緒に歌えて本当に楽しくてさ、ニコニコ。久しぶりでもないのか、うん、いや、あれ久しぶりだと思う。私たちさ、結構あのゲリラしてた時期はあったのに、最近してなかったから久しぶりな気がする。なんかさ、あのナルツのオフの時とかに全然歌ってたからさ、二、うん、人で。そうだね。あんまり久々って気がしてなかったけど、このオンラインで歌うのすごい久しぶりかも。うん、ね、そうだよね。互いにね、体調崩しもあったし。うん。日付だけ俺もポストしてって先に知らせたい人いるんで。そうね。いい。いいよ。私たちも割と早めに告知出さないといいなと思ってるから。うん、今言っとこうか、文字だけで。そうだね、ちょっと言っとくよ。うん、ありがとう。文字だけ告知。そう、でも、ね、すごい質素になっちゃうけど。いいよ。あとで終わってから。今？あ、もう今。うん、素晴らしい。なんかお急ぎの方がいるみたいなので。そう、体調ね、お互い崩しててね、1月初めからゆきちゃん、その後私が2月の初めに熱出したりインフルだったりなんだり、なんかいろいろしてて声が出ないとかあったんだけど、今日はね、あまりにも絶好調に楽しんでいるので嬉しい。最近ね、2人で筋トレをしてるんですよ。それもあってこのなんか自信に満ち溢れている気がする。本当にさ、筋トレって心の健康にいいと思う。うん、うん、体もそうなんだけど、ね、そう、しっかりするね、なんか心強くなるね。強い強い、うん、お互いに報告し合ってるの。そう、今日はこれやってこれやってこれやったよっていうのをね、うん、伝え合ってて。私も今日、私ゆきちゃんに言ってないけど、ご飯も湯だめも筋トレも OK なので、うん、ご飯丸、湯だめ丸、筋トレ丸。素晴らしい。しました。そう、みんなも一緒にやろうぜっていうのでね、なんかイクランジュシアカレンダーのことゆきちゃんが言ってていいなと思ってた。うん、カレンダー、そう筋トレカレンダーいいよねっていうさ、そう話をねしてたんだよね。そう、やはり筋肉ですよ。筋肉は全てを解決します。そうなの。筋肉こそ健康に
直結する全て、うん、筋肉だってね、そう、その筋肉じゃないや、うん、筋トレをやろうって決めた日が、うん、もうルカちゃんと本当にずっと通話してた日で、そうだね、その日あの起きたのも昼で、私起きたの昼、うんうん、そっからルカちゃんとずっと通話してて、通話の最中に2人して昼寝しててさ2人して昼寝もしたんだけど、そっから筋トレやろうっていう話になって、筋トレした後ちゃんと眠くなって寝たからね、早い時間に。そう、通話がね12時間とかいう、なんかすごい時間してたやつだよね、うん、その時って。あ、そうそうそう、通話中に昼寝してた2人とも。そう、曲覚えながら曲聴いて、うん、なんかだんだん口数少なくなってって気づいたらあれ、なんか時が経っている、外が暗いみたいになっててっていうのをして、でなんか健康になろうよっていう話になってから、うん、あれだね、筋トレ頑張ろうぜになったんだよね。そうなんですね、まだまだね始まったばっかりなんだけど、うん、でもちゃんと3日続いてる、私たち。まず3日続いてる、えらい、すごい、えらい、素晴らしい。ちょっと帰った後の楽しみになってるもん、うんうん、報告できるのがいいよね。どこ鍛えてるんですか？私は結構まんべんなくやってる、うん、私も結構、あ、でもねスクワットが多いかも。私はあのリングフィットでやってるんだけど、そう、スクワットとあと腹筋が多いかな。腕立てとは変わらないけど、私は何かな、ね、あ、でも、うん、そうだね、お腹、腹筋と足とお腹を重点的にやるっていうメニューを組んでもらってるのでいいね。そうなんです、それでやってる。なんかさ、あの筋トレして汗かいて、うん、であの筋トレしてる間に溜まってるお湯に使って、うん、で汗をシャワーで流して、で髪乾かして、うん、で報告してって、なんかもう本当に気持ちよくて、本当に今日ももうこの時点で何もかも終わってるので、うん、そう髪も乾かして寝るだけ、そうそうそう最高だね、なんか健康に近づいている気がする。まさしく、うん、ちょっと明日も明後日もとりあえず1週間は続くようにっていうのを目標にしてるから、うん、それが、うん、できるようにみんなも見張っていてくれたら嬉しいな、習慣になったらいいなと思ってます。あーですかねあ、なんかもっといっぱい歌いたくなっちゃうな本当だね、コメント範囲遅い、やっぱり重たいね、やっぱ重いんだよね。私の携帯が重いのかなって思ってたけど、そんなことなかった。いや、リアリティが重いんだよ最近さ。おもちゃダンサーも来てくれてありがとう。ありがとうございます。こんにゅるか。みんなで筋トレいいね。あ、こんばんは、ありがとう。まあ、ラジオ歌終わったところです。終わって、終わりの挨拶をねしてないんですけど よいしょ、終わるか。あ、なんか名残惜しいな、ね、あっという間だったな本当に。いや嬉しいな本当に、そう言っていただけるの、ね、初めて来てくれた方とかも見てくれて嬉しかったな。うん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 、え、今日の2曲もすごい良かった、本当に良かった、本当に。次に次回がそうね、私まだ配信してないからね、この後配信はあります。ゆきちゃんの配信に行かなきゃオリオンもチョコレートも良かったな、うん、ね、本当にまた歌いたいな。うん、いつでも、うん、1回歌ってしまえばいつでも歌える曲に早変わりですから ね。ということで、ローリさん来てくれてありがとうございます、うん、こんゆるかですが、もうね終わりにしましょうか、ね、終わりにしましょうか、終わりのご挨拶をしましょうかね。ではでは皆様、最後のおつゆるかの、はい、
準備はよろしいでしょうか。お願いします。おつゆるかですよ、最後に。うん、いいですか。では、はい、今回もラジオ来てくれてありがとうございました。 またね、次回3月もライブとラジオとどっちもありますので、うん、楽しみにしていてください。来てね。はい、それでは本日のお相手は私たちエクランジュシアでした。おつゆるかー。